林義郎6月16日から2017年2月3日は、日本の元政治家、通算官僚。自由民主党所属の元衆議院議員。第一次、中曽根内閣の厚生大臣、宮沢改造内閣の大倉大臣を歴任した。また、日中友好会館会長を務めた。山口県下関市貴船町出身。豊浦中学4年修了。 旧制大一高等学校を経て、1950年に東京大学法学部を卒業する。同年、通商産業省に入省する。入省同期に栗原翔平、諸口翔一などがいる。通産省では、通産大臣秘書官、通産省重工業局産業機械課長を歴任する。1969年に通産省を退官。同年末の、 第32回衆議院議員総選挙に自民党公認で、周東秀夫の後継者として、旧山口一区から立候補し、初当選した。自民党では佐藤派に所属。1972年7月7日、田中角栄が総理大臣に就任。7日会として、正式に田中派が旗揚げされ、林は田中派に移った。経済企画政務次官、大倉政務次官、 自民党経理局長などを歴任。1982年11月、第一次、中曽根内閣の厚生大臣として入閣。当時は珍しかった、通産省出身の政治家として、国際金融政策を中心に、党内有数の政策通として知られ、田中派内の竹下昇金丸神羅東人派の実力者とは一線を画した。宮沢喜一が、 派閥を横断的に組織した政策集団、平川会では事務局長を務め、宮沢の良き理解者となる。1987年7月、形成会が結成される。当時141人の議員を有していた田中派は、竹下派、二階堂グループ、中立系日産分裂。林は残留し、二階堂グループに所属した。1989年、 第15回参議院議員通常選挙に敗北して内閣総辞職を表明した宇野宗介首相の公認を選ぶ総裁選挙に平川会のつながりから宮沢派の支持を得て立候補120票を獲得した。1990年2月の第39回衆議院議員総選挙後二階堂グループは解散状態に追い込まれる。同年3月8日、林は宮沢派に移った。 海部内閣では、衆議院税制改革特別委員長、宮沢内閣で、衆議院国際平和協力特別委員長にそれぞれ起用された。1992年、宮沢改造内閣で、大倉大臣に就任する。その後は、自民党税制調査会の幹部として、小委員長、税制調査会長を歴任して、いわゆるインナーの一人として、 自民党税庁に影響力を維持した。また、小選挙区比例代表並立制が導入されて、以後は安倍晋三と調整の上、比例中国ブロックから選出された。2000年、君一党局実大受賞を受賞する。2001年、自民党金融調査会長に就任。2003年の第43回衆議院議員総選挙には立候補せず、政界を引退した。 日中友好議員連盟では会長を務め、2017年12月12日には、ひそ吉政が会長に就任している。2017年2月3日、多臓器不全で死去。89歳坊津。2月14日、日本政府は肖像くらいに除すことを閣議決定。祖祖父、林平四郎林家は、下関市の醤油醸造業、大津屋や、 下関市を中心に展開するバス事業者、三電交通の経営を行っている。ありがとうございます。